大阪市長井障害者スポーツセンターとは、大阪市東住吉区の長井公園内に所在する、障害者のためのスポーツ施設である。大阪市により、1974年5月に、障害者のためのスポーツセンターとして、日本で初めて設立された。大阪市障害者福祉、スポーツ協会が、指定管理者として、管理運営をしている。 1960年代当時、大阪市における障害者施策は、高齢者施策に比べ、立ち遅れていたが、1964年、東京オリンピック直後に開催された、東京パラリンピックを契機として、より積極的な障害者施策として、スポーツセンターの建設が話題となり始めていた。その影響で1970年、 大阪市立大学医学部の太タ勤む教授を委員長とする建設調査委員会が発足し、1971年度より、用地の決定や基本設計の依頼、建設資金の調達にかかり、1974年5月2日、障害者のためのスポーツセンターとして全国に先駆けて開設された。1981年には重度障害者用の 体育訓練施設を増設。センターの開設を契機として、日本全国で類似の施設が建設され、障害者のスポーツ大会も年々多く開催されるようになり、障害者スポーツの普及が進んだことにより、施設の利用者数が年間24万人を超える状況になってきたことから、1997年10月に新たな障害者スポーツセンターとして、 毎島障害者スポーツセンターが開設。2012年の大阪市市政改革プランでは施設の老朽化などを理由に廃止が検討されたが、多数の利用者や関係者、市議などから反対の声が上がり、結果次の大規模更新の時期までは継続し、後に建て替えや市外利用者の負担を検討することとなった。施設内の主な設備は以下の通り、 イギリスのストークマンデビルホスピタルの付属施設であるストークマンデビルスタジアムをハントしている。1階中央に大きいホールを取り、そこを中心にプールや体育室、トレーニング室などの各運動室を配置し、利用者が迷うことがなく目的地に行けるようにしている。2階へは1、12のスロープ下円形エレベーターで行くことができる。エレベーターはカゴ内で 方向転換して正面を向いて乗降ができるようにしている。また密室の不安を和らげるためエレベーターの一部をガラス張りにしている。開設の翌年である1975年には BCS 賞を受賞。使用当日に利用者カードまたは各種障害者手帳を提示。施設使用料は大阪市内及び大阪府下に住所を有する。 障害者及び介護者1名は無料。プール室、ボーリング室以外は12時15分から13時は休室。休館日、毎週水曜日、第3木曜日、12月29日翌年1月3日。当スポーツセンターの開設当初は周辺に段差があり、障害のある人をお断りする店もあったが、障害者の利用者が増えるにつれ、 障害者が利用できるように工夫をする店が増えた。店の定休日をセンターに合わせて水曜日にしている店もあるという。電動車椅子サッカーは当センターが発祥。当センターで指導員をしていた人物が床のボールを電動車椅子で片付けしている障害者を見てひらめき、同じく電動車椅子を使うカナダのパワーサッカーを参考に1982年に考案された。 当センターを拠点とする大阪ローリングタートルは日本で初めて結成された電動車椅子サッカーのチーム。当センターの利用者が増えるにつれパラリンピックなど世界的な大会に出場する選手も現れるようになった。代表的な選手として1980年アーネムパラリンピックアーチェリー金メダリストの大前千代子がいる。ありがとうございます。